皆さん、こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。睡眠学習、抗菌薬ミニ講座、第6話は、デイエスカレーションは、薬剤師が決断してはいけない、と題してお話ししたいと思います。感染症、診療、A たす B は C の原則についてお話をしています。今回は B、筋菌のうち、デイエスカレーションに関するお話です。デイエスカレーションとは、第5回でお話したエンピリックセラピー開始後、バイオ検査結果が出ることで B が確定しますので、それに対応する C に抗菌薬を変更する。つまり、ディフェンディブセラピーに変更することを意味します。以前公開した動画、勇者の失敗、デイエスカレーションはなぜ必要かをご覧いただいた後、続きをお話ししたいと思います。ある日のこと、勇者は便利な呪文を覚えました。スライムが現れて攻撃しました。スライムをやっつけました。勇者はレベルが上がりました。勇者はギラペネムという呪文を覚えました。早速その呪文を次のバトルで使ってみました。魔物たちが現れました。お断りです。このコーナーでは、魔物を病原菌、呪文を抗菌薬としてご覧ください。魔物たちが現れまして、ギラペネムを唱えました。スライムにダメージ、スライムをやっつけました。魔導士にダメージ、魔導士をやっつけました。キメラにダメージ、キメラをやっつけました。魔物たちをやっつけました。うほほほ、便利。その後、勇者は調子に乗ってギラペネムを使いまくりました。しかし、思わぬ落とし穴がありました。魔物たちが現れました。勇者はギラペネムを唱えました。スライムにダメージ、スライムをやっつけました。ドラゴンにダメージは与えられませんでした。キメラにダメージ、キメラをやっつけました。ドラゴンは増殖しました。ドラゴン A は炎を吐きました。ドラゴン B も炎を吐きました。ドラゴン C も炎を吐きました。治療は失敗しました。その後、勇者は王様に叱られたそうです。おう勇者よ、治療に失敗するとは何事だ。ギラペネムは便利な呪文だが、使い方を誤ると痛い目に遭うぞ。では王様、さっきの場合はどうすれば。メラシリンを使うんじゃよ。メラシリン、そんな古い呪文を。まあ黙って見ておれ。どうやら王様が戦ってくれるようです。魔物たちが現れました。王様は高容量メラシリンを唱えました。会心の一撃、ドラゴンをやっつけました。スライムは逃げ出しました。キメラも逃げ出しました。魔物たちをやっつけました。なんと、どうじゃ、
広域ばかりが脳ではなかろう。起因菌が不明の場合、ギラペネムは確かに便利じゃ。しかし、起因菌が判明したら、できるだけその菌だけに攻撃を絞るべきなのじゃ。これをデエスカレーションという。デエスカレーションを怠ると、治療に困るばかりか、肝心の広域抗菌薬の切れ味も鈍る。広域はコストも高いしの、ほっほっほっほ。わかりました、王様。デエスカレーションですね。こうして勇者は失敗を克服しました。勇者の新たな旅が始まりました。以上をまとめます。デエスカレーションの意義。一つ目は耐性菌の出現防止です。広域抗菌薬を使用しすぎると、切れ味は鈍っていきます。適切な抗菌薬に変更する必要があります。二つ目は菌抗体現象の防止です。広域抗菌薬の効かない菌ばかりが残ってしまい、偽膜性大腸炎などの有害事象を起こすことがあるからです。3番目は治療期間の短縮です。先ほどのバトルでもお分かりのように、一点集中の攻撃をすると治療が短期間で済むことがあります。4番目は経済効果です。強域抗菌薬は広域抗菌薬に比べおおむね安価でありますので、リーズナブルな治療が可能となります。大切なのは広域抗菌薬が強い、強域抗菌薬が弱いというイメージを払拭することにあるかと思います。ケーススタディとして、私が病棟薬剤師時代に介入したデエスカレーションの事例をご紹介しています。これだけ見ると簡単そうに思いますが、実はそうではありません。タイトルでも触れています通り、デエスカレーションは薬剤師が決断すべきものではありません。三職種の協力なくしてデエスカレーションは成立しないからです。決断するのはあくまで主治医。デエスカレーションの必要性を十分理解し、決断してもらいます。検査技師の役割は、起因菌を特定すること。そして、薬剤師の役割は、ディフェンティブセラピーが成功するよう、抗菌薬の適量を提示することなのです。デエスカレーションこそチーム医療だと言えます。そして一度でもデエスカレーションに失敗すれば、三者の信頼関係は崩れ、あとはないかもしれない。それだけ厳しいものなのです。今回も最後まで視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。